毎日増えてくんだっけこれ。蓋の開いたウェルチアース、カモメの鳴き声。君の元へ行こう。やがて私のように灰になってしまう君の元へ。灰になっちゃう。これさっき言ったやつか。呪い男とでいけません。これ2って怖いから1にしよう。灰になっちゃう。おはようございます。成長したいな。会社の繁栄、魂の成熟。会社はまあどうでもいいっちゃどうでもいい。魂という言葉が使われない。なんかもう概念が変わってるね。そう、この世界観の会社の外がどうなってるかとかってゲーム中に明かされるのかね。なんか結構ねゾッとするシーンとか、まあそのファーストプレイで見たりしたので、こう視覚情報に関係するあれでね。え、ちょっと待って、 AI なのに記憶が思い出すっていうその行動、なんか、おかしくない？メモリが壊れましたとか、そんな。え、そういうもの？なんか削除しなくても別になんか、行動の関係しない場所みたいなエリアを作ってそこに入れとけば。いや、でも削除の方がいいのか？前任者がどうなったかはそら知りたいよな。さあ3つ目、コントロールチーム拡張。はい、5人いけますね。5人いけるんで雇用しつつ、コービン、なんかレベル2を作っといた方がいい気がするね、そろそろ。時勢だけ4。同じやつばっか上げちゃうことになるから、やっぱ良くねえな。ロキの勇気、勇気。なるほど、1。3になっちゃうんだな。とりあえず2に上げよう。全員担当作っといた方がよくない？ロキが勇気担当、マキシミンが、自制担当、身長担当、グリフィン身長担当。で、ディスニーが、なんだっけ？ディスニーが、正義、正義なんだ。え？ 3 ポイントかかんの俺。そうなんだ。高い。正義ってそうなんだ。わかった。じゃ、どうしよう。ためとく？ためとくか。ためときます。いくぞ。あ、あと装備か。リスト。コービンが、さっきのさ、オールドレディのやつ。オールドレディの防具。物理耐性が高い。どれだ？ 1.5 だったよね。これだ、孤独だ。でもこの、正義に弱いんだ。なんか、特殊みたいだね、この水色って。
あと武器。武器が、さっきのマキシミンがさ、時勢4なのよ。時勢4でなんか、あ、レティシアいけるよ。マキシミン。レベルっていうのもある。各パラメーターのレベルと総合レベルがあるんだ。マキシミンは時勢レベルは4だけど、総合レベルは2なんだ。っていう感じなんだね。コービン。警棒持ってる。あとなんだ？レベルを上げたのが、ロキは勇気を上げた。熊の手いけるね。上位互換なのかどうか知らないけど、熊の手にする。グリフィンが慎重に上げた。慎重が2。銀がいける、銀が。あ、いけないわ。レベルも2か。わかった。変えられなさそうなんで。行くか。同じ武器なんだよな。デスティニー、時勢が2。これいけるか？あ、いけない。ん？あ、これ全部1だ。ちょっと見えてなかった。いきます。じゃあ、この3つ目のアンノーン、一体何者なんだ？これ？やばいやつじゃん。これ俺ポイント0ってことは全く触ったことないってことだよね、これ。うわー、どうなる？カウンターもわからない。で、これ、オールドディはやると下がってっちゃうから、たまにやらなきゃいけないってことだよね。まず一回行ってみよう、ここに。え、これ何？灰になるって言ってたよね、いつか。黒ずんだ炭。なんだろう、物理耐性が重要っぽくない？本能じゃない、だから。本能だとすると、ロキ。行ってみるか、ロキ。頼んだ。ロキ行ってます。さあ、どうなる？成功率、成功率。ダメ。成功。成功。ダメ。成功。成功。うん、良さげだぞ。物理、あ、物理ダメージもらってる。結構ダメかも。あ、ダメかも。普通、うわぁ。5ポイントで何でできる？愛着、本能ダメだったね。抑圧見てみる？抑圧。抑圧普通だわ。ポイントたまらんかった。じゃあ、いや、今のはまあ悪くはなかったよね。誰だろう。あと、カウンターが3になってる。じゃあ、またやるしかない？愛着。愛着レベル4だからさ。いくぞ。レベルが高いほど失敗しやすくなるとかもあるかもしんないんだよな。さあ、マキシミン頑張れ。失敗。失敗。いや、ダメだ。あ、ダメ。ダメ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 。あ、死亡死亡。わお。え？マジで？え、これ
どうなんだっけ。あとちょっとオールドレディやんないとまずい。オールドレディは、いやまあこれ高いところ選ばないでさ、こっちの経験値稼なきゃダメっぽくない？本能やろ本能。うわ、もう？もうなのこれ。これちょっと待って、もっかい実験を進めていくしかない感じ。ちょっと待って、これはね、次にレベルが高いのはグリフィンの洞察なので、これでちょっと見よう、一回。来た来た。どう洞察はいける。洞察だ。普通だ。いや、洞察だ。洞察。あ、しかも1と2がいいっていうやつだ、これ。レベル上がるとダメになっちゃうタイプだ。よし、ちょっと待ってね。一回、これ、やり直してどこでやんだ？これ？再挑戦？よし。いやー、初手ミスで終わるね、これ。洞察の1か2で OK ね。わかった。地道にポイント稼いで、あれを開けないと、話にならんっていう感じ？最初きついね、だから。まあ、最初からなんで一回。閉じちゃうんだけど、ポイントはいくつ必要になるんだ最終的に。ダメージでな、あんなモリモリダメージ食らうと思わなかったよ。あ、シンプルにロキュー体力が多いからっていうのもあるのか。さっきのマクシミンさんは体力が15しかないんだ。それもあれか、関係してくんのか。洞察でグリフィン伸ばすか、マクシミン。だから勇気レベルを上げないとぽっくりいっちゃうことがあるかもね。あ、でもあれか、精神攻撃をしてくるやつもいるのか。精神攻撃を青ゲージで、多分この白い身長っていうのが体力代わりになるのか。精神力28、まあ、とりあえず洞察やるしかないね。でこっちか、まだ大丈夫ね。ポイントが結構ね、だからあれでしょ、本当にクリア目的だったらこれを手出さずにさ、ここ手出さずにこのノルマを達成するためにこっちとかで済ますっていうのもありっちゃありなのか。いやダメか、それはさすがに。開けますよ。さっき本のやってダメだったんだよね、普通だけどな。愛着か。うわー、最低だからモリモリ食らったんだ。普通高い、やっぱ洞察なんだ。あと同じやつを繰り返すとなんか問題が起きるとかっていうのがあるかもしんないから、それが多分ね隠れてるんだろうね、この管理方法のところにね。あとおばあちゃんか、おばあちゃんやんないとダメじゃない。レディは体力上げたいね。だから本能は普通だからやられることはないでしょう。ので、本能で、まあ、体力低いやつ。コービン、体力15しかない。で、次ここ行くと、どっかが暴走するのか。ここが暴走したら終わるな。
あ、でもまああれか、作業はすればいいのか。あ、だから一応いた方がいいのか、ここに2人ぐらい。移動で間に合わないっていう可能性があるから、で、どっちでもいいんだけど、これ忘れるな。抑圧開けたいけど、とりあえず、洞察ね、洞察。で、その近いやつ。デスによろしく。で、どっか暴走するはず。そこかよ。なわけなんで、グリフィンが言ってくれれば OK。グリフィンに言ってもらう。グリフィン。で、抑圧。いやー、普通しかない。基本的に。とりあえず大丈夫？あ、結構ギリ。あっぶねー。あっぶねー。ちょっと手出しできない今。うわー。あ、やばい、1だ。開けようか、なんか。管理方法、1個目。作業結果が普通な場合、一般的な確率でクリフォードカウンターが減少。ここ開けないとクリフォードカウンターそもそも出ない。暴走するのが、うわ、怖えー。見えてない状態って怖えな。クリフォード、脱走情報か。うわー、ちょっと待って、どっちを開けるか。どっちを開けるか。うわー、管理方法、脱走、管理方法。脱走。2、カウンター2。普通に脱走するのね。はてなだよ。こいつが脱走したら、アブノーマリティの防御系は、あ、でもあれか、精神と、これ正義だっけ？あれに弱いんだ。まあ、とりあえずその、あれに弱いんで。でもなんかそろそろ暴走しそうな気がするんだけど、次あたり。あと一回こっちばあちゃんやんないと、ばあちゃんなんだっけ？だから、本能やって体力上げよう。体力低いやつ。マキシミン。同時にやるとえれいことになるから。一応、制限時間とか基本的にないので。精神ダメージ結構来るじゃん。っていう感じだよ。だからこっちもさ、うまくいくからって、愛着ばっかやってるとダメなんだよな。普通取れるやつは、抑圧とか普通取れるからさ、カウンターが2になって、もう一回やった方がよくない？オールドレディは、抑圧はダメ。本能もう一回やろう。コービン。耐えれる？これで耐えられなかったら元も子もないんだけど。デイ3はこれでいける。大丈夫そうではあるが、できれば明日行く前にこれの管理方法とか暴きたいよね。全部ね、暴きたいんだけど、何が条件になるかわからんからね。今クリフォードカウントいくつかわからんし、これが0になると暴走でしょ。しかもこれデフォルト2だぜ。2。作業結果が普通な場合、一般的な確率で減少。いや、めっちゃミスってんじゃん。よく生きてたね。ギリギリじゃん、コービン。危険すぎるな。じゃあ、ちょっとこっちもう一回行くよ。こいつに対してやるべきは、洞察の1か2のやつ。
作業時間ってのもあるんだな。あと体力高いやつが望ましいんで、ロキ行くか。頼むぞ。なんかたまたま他のパラメータが高いと暴走するとかさ、なんかそこら辺がここ隠されてたりするんだろうね。ロキ頼むぞ。成功、成功。あ、次。待って、暴走来るかもしんない。あ、大丈夫か。今3になったのか。で、管理方法2。作業結果が悪い場合、高い確率で減少。今いくつなのよ。これ何やると出るんだ、クリフォードカウンター。3、管理方法3。脱走した F0102 は目標にした職員と遭遇すると5秒以内に爆発し、その場にいた多くの職員は爆発で火傷を負った。自爆して、じゃあそのままあれなのかな、元に戻るのかな、生き残れば OK みたいな感じなのかな。ちょっともうちょっと出ないな。もうちょっと。おばあちゃんは1。やばい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 。ロキ行った方がいいか。だから体力が多いやつがいいね。伸ばすか。でもオールドレディ暴走したらどうなるの？あ、うん、ちょ、あ、しまった。そうそうそう、だこっちこっちこっち。あ、どこ？あ、ここか。びっくり。また行ってもらえば OK ね、ここに。音が怖い。あ、待って。精神、あ、お、ちょっと。あぶね、ん？防具の弱点、ちょっと待って、オールドレディの攻撃って、すげえ食らったよ？食らってたよ？白でしょ？精神ダメージなんかめっちゃ高かったじゃん。ロキの精神力って、まあ21低いってのもあるけど、防具で、あ、1.5 倍これ。これ食らってんのかな ?1.5 倍で。あぶねえ。ってことは、防具の白マイナスになってんのまずいんだ。いやー結構ギリだったね、今も。出てる？それも。出るか。オールドレディに対して、すぐやんないとまずい。で、まあ、本能か洞察。本能か洞察。まあ大丈夫か。ロキだけだ。あ、ロキとマキシミンがそのマイナスがやばいんだ。あ、マキシミン言ってたらこれ多分やれてたね。ロキですら、あ、でもマキシミンあれか。精神力のゲージは高いんだ。怖えな。物理食らわないから、まあコービンで大丈夫か。で、またこっちじゃないとね。名前すらまだわかんないから。あと開けたいのが、これか。あと12ポイントでとりあえず全部開くのか。あと1回か2回必要だね。めっちゃミスってんじゃん。ちょっと。あぶねえ。なんか、あれだね、これ。ちゃんと育てていかないと。今やったのコービンでしょ。コービンの精神力も、あ、低いのか。あ、もう全部のレベル、とりあえず勇気と身長が体力と精神力に直結するから、これとこれは2ぐらいに上げとかないと、なんか普通の作業で
やらかすね。怖いね。じゃあこっち。この灰の人、灰の人は、洞察。で、何が攻撃かわかんないんだ。洞察。体力が多いやつ。誰が安全なんだこれ。わかんねえ。ロキでいいのか？ロキ。で、ばあちゃん3ね。カウンター3。経験値稼ぎたいっつって、このドクロにやっちゃうと、このおばあちゃんが。そっか、だからこれ毎回1回か2回やんなきゃいけなくなるんだ。え、でも暴走しないっていうのは何なのこれ。クリホートカウンターが減少すると、あ、だから孤独が生まれちゃうのか。孤独がなくなるまで、孤独は倒せないのかな。多分、まずいよね、孤独が生まれたら。精神ダメージ受けるっつってるし。頑張れ、ロキ。大丈夫そう。あと2ポイント。もう一回ロッキー。まあ、誰でも大丈夫か。大丈夫っぽいんで。一応物理ダメージ食らってたよね。デスに。多分大丈夫。多分大丈夫は、フラグだぞ。来た来た。失敗すると物理ダメージよね。大丈夫そう。結構食らうね。わあ、結構痛いね。3とか食らってる。そう、だからデスニーの装備が、あ、物理が弱いやつなんだ。そうだよね。そこら辺で判断するべきだったね。物理 1.2 倍の防具だから、やばかったんだ。で、ポイント貯まった。さあ、名前もわかるよ。アブノーマリティ、マッチガール。物理攻撃で、クリフォードカウンター2。いやー。普通な場合、5か、ずっと普通だったよ。あ、でも下がってないわ。全然。カウント。できれば、防具、武器防具作りたいんで、ポイント貯めたいね。ばあちゃん1か。やらんとダメか。これ。白だから、白に耐性がある、本能。愛着でもいい。洞察でもいい。白に耐性のある。グリフィンでいいのか。これはいけるような。このまま、もう今後、交互にやんなきゃダメじゃん。オールドレディ。次、鎧だ。まあ、無駄じゃないね。ポイント貯められるから。失敗してる。結構食らってるよ、精神ダメージ。あ、でも成功するね。かなり高いんだっけあれで。普通だわ。普通の成功率って 50% とかかな。あ、でも、あ、なんか、え、メーター長くない ?1、2、3、4、5、6、7。14、ゲージが10、あ、容量決まってんだ。そっかそっか。1回の作業で、何回、そのメーターの増減、その成功と失敗の、確率があるのかっていうのが、アブノーマリティごとに決まってんのが、これ14あるんだ、14回。ドクロは？ドクロ10回。マッチは？マッチ12だ。まあ、大丈夫でしたね。あと1回やると、ブーブーってなっちゃうんだけど、あと鎧いける？鎧いけねえか。30ポイント必要。
鎧じゃない、武器か。ハンドガン。いや、まだまだ戦闘は起きなさそうだね。で、マッチガールの、何これ。4本目のマッチの火。火炎放射器？物理ダメ、なんか、速度遅いけど、1個しか作れない。すごそうな武器。35ポイント。25ポイント。これは、洞察するしかないよね。怖いもんね。洞察で物理に強いやつ。洞察で物理に強いやつ。洞察で物理に強い、体力も多いやつ。ロキしかいねえわ。結局ロキか。帰っていいよ。ちょっと食らってる。あ、で、暴走が。どこ？そこか。誰でもいいわ。あ、待って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 。ん？先にオールドレディ行っとかないと、多分、孤独が生まれるので、オールドレディに、これ、担当を決めた方がいいよな。毎回見てるもんな。本能で、白ダメ。本能、白ダメ。本能、白ダメ。グリフィンがいいのか。で、ここに、何でもいいのか。愛着。愛着。多分、大丈夫。カウンター。あ、やばい、これ、どうなの？今、先にこっちが、やっちゃってんだけど、で、1でしょ？それが終わると0になっちゃうけど、大丈夫？お、大丈夫っぽい。作業してれば大丈夫っぽい。よかったー。ゲージが投げ。ゲージ増えた。で？ちょっとこれ欲しいけどね、もう一回ぐらいやっとく？ロキが担当です、今のところ。で、武器作れる一個。ロキ担当でお願いします。なんだっけ？本能。じゃあ、洞察でロキ。よろしく。で、また、オールドレディのカウントが1になっちゃうんで、作業が終わって、なんかそのクールダウンの、あの、ニコちゃんマークみたいのが出た後に、カウント下がるんで、あ、やべ。1になってる。これ、待って。作業結果が悪い場合、普通なら一般的な、うわ、結構危険かもしれん。まあ大丈夫か。ニコちゃんマークは大丈夫。で、あ、この段階で下がってるわ。ニコちゃん出た時点で、この、オールレディのカウンター下がってるわ。これ終わらせとかいい気がすんな。いや、終わるか。あと1回。防具作れるもんね。1個作って。よし、終わりにしましょう。いいんだよな。さあ、相当レ、あ、レベルが2になったね、ロキ。いろんなキャラクターの体力とか、
うん、張ってきてる。いいよ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 。頑張った甲斐がある。報酬も6ポイント ?LOB ポイント6ポイント。さあ、テレジア。これはやったんだね。曲の演奏。今すぐ全てが良くなるでしょう。満足は一時的なものだろう。今すぐ全てが良くなる。なりがいはまあ感じているよ。何ですか？おお、頑張ってるじゃない。嬉しいです。さすがに嬉しいです。嘘くせえ。死なせたっけ？なかったことにしたけど。何度もあるってそういうもんかね。いや、結構えぐい世界観だな。やっぱディストピアっぽいよね。秘蔵のってこれ AI っつってるけどさ、アンドロイド的にそういう肉体を持ってんのかね。で、あと肉体が仮にあったとして味を感じる器官とかもあったりするのかね。乾杯か。いただきましょう。解放だ。アブノーマリティ4つ目。マルクトさん、まだ会話もできない。いや、会話してるのかこれ。同じやつを4回。8ポイントで職員は5人が上限。さあ、というところなんですけども、これセーブどこで行われるんだろう。いい時間になったんで一旦ここまでにしようかと思うんですけど、これ雇用って、おい、雇用するメリットないよねこれ。でもあれか、今後なんか上層中層下層とか出てくるから、なんか職員的な15人になるのかな最終的には。そう考えたときに、うわー、どうしよう。あと武器と防具変えた方がいいのかなっていうのは次回やろう。多分セーブされたと思うんだけども、一旦スタートしちゃった方がいいかな。多分ここから始まると思うんで、まあまあ大丈夫か。ということで久々に始まりましたロボトミーコーポレーション。これはね、そう、こういう感じだったっていうのを思い出したんだけど、頭パンクする系だね。なんかあれだな、毎回画面見て、その、アブノーマリティの
ステータスを見て担当者決めてるけど、なんかもうメモ取った方がいいかもね。もう手元にメモ取って置いとかないと間に合わんかもしれんな、毎回見てるとな。まあちょっとそこら辺どうするかまた考えますけども、いやすごい手応えのあるゲームですね。この時点で手応えあるんで、すでにね。で、そのどのアブノーマリティを選ぶかによってまた攻略が変わってくるんだろうけども、あとはそのアブノーマリティのパラメータが全部解放されればね、まあ難易度は下がってくるんで、まあ繰り返し遊ぶことが攻略につながるっていうのはまあいいですね。ということなんで、今回はここまでにして、次回またアブノーマリティの管理を続けましょう。それではまた。